い、どうも、くるやぎです。ということで、今回なんですけども、見てください、こちら。そう、本日のコンセプトは、フルヒッター打線でございます。まあ、割かし、オーダー組めたんですよね。まあ、肩が古い選手もいるんですけど、まあ、このシリーズの選手、プラススピ解放してる選手、で、昨年のシリーズの選手か。で、固めれたんで、割とね、いいバッティングはお見せできるんじゃないかなと思います。また、問題の、プロスピ界、最弱の特能と言われてる、フルヒッターが、どういう風な足かせになるのかは、まあ、使ってみてからのお楽しみということで、本日はこのメンバーでやっていきたいと思います。ただ、お気づきかと思うんですけど、セカンドとキャッチャーがちょっといなかったんですよね。まあ、菊池さんのプルヒッターバージョンとか、まあ、城島さんの阪神時代のプルヒッターバージョンとか、まあ、過去に持ってたことあったんですけど、現状いなかったんで、ここはね、代打でプルヒッターの選手たちを送って打たせていこうかなと思います。まあ、今までつけてなかったね、山川さんのプルヒッターとか、宇野さんのプルヒッターとかね、しっかりつけてきたんで、まあ、どの打線からでもプルヒッターを味わえる打線になってるんじゃないかなと思います。こう見たら割と硬いっちゃ硬いんよな。はい、じゃあちょっと打順の方決めていきましょう。まあ、1番糸井さん、2番マーティン、3番江藤さん、まあ、こんな感じでいっか。まあ、いい感じになってるわ。まあ、スピリッツ低い選手はできるだけ後ろに置いて、まあ、この8、9番だけ代打出してやっていこうかなと思います。いや、この3、4、5とか普通に強いからね、スピリッツも。まあ、1番の糸井さんもそうやけど、だからね、割と打てると思うんで、本日はフルヒッターが出てもコースにね、逆らわず逆方向打っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。いや、守備もまあまあまあ見れるっちゃ見れるっすね。いや、プルヒッター出すんで固めてる動画って結構珍しくない？まあ、広角で9人固めましたとか、まあ、アーチストとか、まあ、そういうのは僕もやったことあるんですけど、プルヒッターで集めるのは、まあ、僕自体初めてですし、誰かやってるのかな？なかなかね、プルヒッターが日の目を浴びないこの環境でやってる方は少ないと思うんですけど、結構ね、でもね、ライドラプルヒ、僕言ってるんですけど、ロマンあるんですよ。あの、森野さんとかマルテとか、めっちゃ好きで、フルヒ関係なく逆方向飛んでくれるんですよね。そこをできるだけお見せしたい。あの、ライドラプルヒね、とんでもないから、あのライト方向に、右バッターやったらね、ライト方向にこう切れながら、おー、ナイスキャッチ、いいプレー、切れながら吸い込まれていくんで、なんかマジで現実っぽいというか、割とリアリティなんですよね、打球の質が。で、ここは糸井さん、フルヒッターが出ない。フルヒ出ないとは出ないで、普通に強いんでね。いやーあ、でもここは出てくれた。マーティンも一回動画にしたけど、強いんすよね、プルヒ出たら。96の61。パワー、称号プラス3決めたら完走乗るからね。いや、これインコース、インコース来たらね、結構うまうまなんやけど。停電かったわ。あ、はい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 。インコース攻めていいのか？もっと外角来ていいんじゃない？うわ、来たよ。最強の男。いや、ミートもでかいし、パワーもでかいし。あーね。なるほど。マジで逆方向に。打ちたい。いやー、これはゴロになったけど、まあ、ゴロはね、割と、そんなね、失速感は感じないんですよ。で、こっからライドラ効果が2人続きます。マルテ・モリノさん。ゴロはね、全然感じないですけど、フライ上げた時に、やっぱり切れていくというか、失速するというか、まあ。ここで、ゼロ。プルヒゼロ、マルテ。だって、こういう時に限ってプルヒデン。プルヒってね、個人的に発動率めっちゃ高いと思ってるんですよ。ピッチャー交代ですね、モイネロ。よし、特の最抽選。いや、来た。ガチ強え。能力エグいって。外角来て、OK。これはね、余裕で逆方向、多分頭超えると思う。いや、インコースじゃない。インコースじゃないんだよな。いや打球速っ。引っ張った打球、とんでもないな、今の。いや、でも流し打ちできるだけ見せたかった。いやー、なるほどね。まあ、悪くはない。うん。フルヒッターからちょっと取られるかなと思ったけど、しっかりと、また下を抜いてくれた。新庄さん、ここは特能なしか。オッケー。超プルヒッター、チャンス回とかやったかな確か。あ、危なー。ちょ、ここ代打いきます。山川さん行こうか。プルヒつけてきたからね、ちゃんと。プルヒッター今までつけてなかったけど、この企画のためだけにプルヒッターつけましたよ。実際アーティストとか、どうなんやろうね。あんまアーティストのプルヒッター好きじゃないですよね。パワーヒッターとアーティスト。まあ、高弾道とかも。ライドランプルヒはありやと思う。これは？はい、切れていくと。こうなるから、あんまりアーティストとかはね、好きじゃないけど、ここに打てばいいんだよ。飛びすぎやて。センター方向も伸びるとかあるんかな、プルヒッター。ヤッホー。ちょっとまだここ引いてもうたんで、ここはカットします。まあ、じゃあこの試合もね、プルヒッターの猛威を放っていきましょう。まあ、さっきやってる感じ、まあ全然打てなくはないっすね。うん。これは、あー、プルヒ出なかったらしっかり残ってくれる。まあ、プルヒないにね、越したことはないんよ、やっぱり。でもロマンがある、何よりも。能力も上がるしね。ただここまで1、2番ともにプルヒなしと、ちょっと寂しい確率になってるぞ。いやー、でも打てるね、いいね、頼む。いや、こんだけプルヒをね、出てほしいと思ったことはないよ。この動画ぐらいやで。普段は出てほしくないから、できるだけ。
いや待って、全然普段いっぱい出るのに、あれなんなん、嫌がらせなん。普段のプル非発動率は何ですか。 50% でも平気で引いていくのに。いやまずい、負けてる。あー来た、マルテプルヒタ出た。ここでようやくこの試合初めての超プルヒ。2点差で負けてるからね、この下位打線でしっかり逆転します。あ、まあ、センター方向の打球は全然強くないな。違う弱くないな。え、普通に抜けてくれた。まあ、さっきの山川さんのバックスクリーンといい、センター方向は悪くないな。あー危ねえ。問題はライン際よ、逆方向の。これはあー、まあ、プルヒ出てないから入ってほしかったところであるけど、結局プルヒ出なくてもあそこ切れるからなって考えるとあまり関係ないのかもしれない。はい、スリーツー、抜けろ。えっ、いやー、超プルヒチャンス回出たけど能力がひどい。39の57。あー、はい、オッケー。ただちょっと警戒はしてきてるか。えっ、よしなんかいい感じで落ちてくれた、能力低かったから。ヤコトリさんで打ちた打っていい、あかんな、変えるわ。そういうずるいことはね、したあかんな。さっきホームラン打った山川さん、うわ強いわ、全部出たらほんま強いわ。パワー97、ミートちっちゃいけどね。はい、オッケー。ミートちっちゃいが、まあ、ミート凝縮理論で当たれば飛んでいく理論。いや、まずセンター、え、なんでこんなセンター行くん。プルヒついてたらセンター行きやすいみたいなのがある。これ代打、ほな高弾道プルヒの松山さんで。いや、高弾道プルヒ好きじゃないんよな。パワーヒッターとかアーティストもあんま好きじゃないけど、高弾道はより好きじゃない。ほんまに飛ばんから。うおごめんなさい、飛ばんとか言ってすいませんでした、松山さんプルヒッターパワー66でも確定打てるらしい。ユニカー、じゃあお願いします。さあ、ここで逆方向を打つことができるのか、プルヒッター発動。いやー、インコースめっちゃ来るな。え、待って、なんでいって、うわ切れすぎ。え、めっちゃ切れた、今のやば。打った感覚はホームランなんですけどね、メタメタ切れたで。フルヒ出てなかったらこんなもんよ、そりゃ弱い言われるわ、あれ切れるんやから。うおー、ナイスラン。いやでもね、それでもホームラン打てるんよ、たまに、ほんまたまに。俺もどうやって打ってるかわからんけど、ほんとにああいう感じ切れながらポール巻くみたいなあるんよな。よし。いや、プルヒ出ない、プルヒが出なかったらこれが耐えてくれる。シンプルライドラが強すぎる、あかん、出んな。いや、新庄さん41の59やけどプルヒット発動。プルヒ出てても割とインコース攻めしてくる人多いな、あんま気にしてないんかな。いや、しかもなんかフォアボールくれた、ラッキー。よっしゃ、ここでやっとプルヒが発動した。いやー、インコースかー、まあ今の失敗やったけど、ここもインコース、全部インコースやん。ほんで押し出して、じゃあロペス行こうか。ロペスもプルヒッター持ちなよな、パワーヒプルヒ。いやー、懐かしい、守備要員でめっちゃ使ってた割当たり。そのロペスにもインコース投げたらそれは打たれるよねほんで切断かい、リアタイ勉強してこい。ありがとうございます。いや、連勝数とね、まあ、動画にしてる試合が合ってないと思うんですけど、まあ、そのカットした試合もね、結構プルヒ出てるけどインコース攻めの日だって、でバチバチ打って強制したんですよ。それちょっとカットしてるんですけど、俺逆方向を打ちたいから、この人結構外角投げてくれるな。あー、すごい切れ方すごい。あー、でもインコース投げちゃったねいや、攻め方は良かったけどね、この人もインコースあえて打てるんよ。あが、引っ張りホームランとバックスクリーン弾はみんなに見せれたけど、ごめん、逆方向のホームラン見せれそうにないかも。はい、つなぐはい、来た、全出し VS 全出し、これはいいんじゃない。あ、いい外角攻め、そうそれがセオリーやから、フルヒッターに対しては。いや、待って、それ取るんせっかくいい感じでライン線打ったのに、マジか。ここは急にインコース攻めになった。はい、フルヒッターにインコースを投げた末路、こうなります。あ、でもまだ前走61の75で超プルヒとチャンス回発動、悪くない。
ヒット、やば、フルヒッターバリ飛ぶ。